はい、本日が8月18日月曜日、ただいまの時間が午後3時を回ったところです。本日のお相手は私佐藤博之と制作部の中村雄一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう8月も半ばを過ぎ、はい、昨日、無事にですね、はい、トゥルースの東京公演が終わりました。終わりましたね、はい、全部バラして、はい、大阪行きのトラックに積み込み、はい、打ち上げをしてまいりました。え、はい、来てくださった皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。この後、大阪に向かうので、はい、もう天気の話よしよ大阪の話しましょうか。はい、はい、こちらですね、キャラメルボックス2014サマーツアートゥルース、こちらはですね、大阪公演が8月21日木曜日から25日月曜日まで、サンケイホールブリーゼで行われます。こちらは今どんな状況でしょうか。はい、まだ全ステージご予約いただけます、はい、比較的その中でも混んでいるステージが、22日金曜日、はい、19時開演のステージと、うん、24日日曜日14時開演のステージ、ごめんなさい、前後しますが23日土曜日13時開演のステージ、はい、はい、この辺りでしょうかがちょっと混み合ってきて、はい、ちょっと混んできていて、まあ、1回、はい、後方から、お2階あたりを中心に販売しています、うん、はい、初日と千秋楽かね、はい、まあそうなんですよ、はい、まあ、平日ということもね大きいんだと思うんですが、そうですね、はい、千秋楽なんか月曜日の2時ですもんね、なかなか来づらいかなと思うんですけれども、そうなんですよね、東京公演無事に終わりまして、結構たくさんのお客様に来ていただきまして、はい、ね、その涙を数えるとまあ交互というか、まあ、そんな感じでやってたんですけど、結構相乗効果でね、片方見るともう片方が見たくなるという、やっぱり、まあ、スピンオフ的な話だったじゃないですか、涙を数えるが、だから、はい、どっちかというとやっぱもう片方見たくなりますよ ね、 そうですね、同じ登場人物が出てるから、うんうん、ようできてるなまあ大阪公演はですね、涙を数えるがないんですけれども、トゥルースが9年ぶりに、前回は大阪でした。いや、前回はちょっとイレギュラーで、あれ神戸と大阪両方でやったんじゃなかったでしたっけ。そうでした、そうですよね、そうでした、大阪厚生年金会館かな、厚生年金だったかもしれないですね。そうですよね、僕、はい、前乗りして積み込みしたの覚えてます。日程が結構急で、そうだったかもしれないです、はい、東京終わってからのかな、で若手だけ前乗りして、はい、前の日の6時か7時ぐらいから始めようして、なるほど、で次日朝から仕込みみたいなのを覚えてますね、はいはい、懐かしい。そういえばなんかうどん食い行った記憶があるなツルトンタンですか。いや、なんかね、近くにね、ぼっかけっていう、その牛近くに牛すじうどんっていうんですかね、はいはいはい、それを向こうではぼっかけうどんっていうらしくて、牛すじがいっぱい入ったうどんだったんですけど、うん、なんか東京ではなかなか食べられない味でしたね、うん、なんか独特ですよね、なんか関西の味って。牛すじ自体がちょっと甘めなんですよ、うん、ああなるほど、はいはいはい、はい、だからしょっぱいけど甘じょっぱいというか、うん、その感覚がね、うん、あ、不思議な感覚だなと思って、うん、東京だと牛すじ自体あまり売ってないですね。売ってないですね、うん、スーパーに行っても、うん、ほとんど見たことがないですね。おでんとかでね、時々最近見かけるようになった気がしますけど、牛すじ串とかね、うん、ありますけどね、うん、どこに売ってんだろう、近くのスーパーではあんま見ないですね。だから肉屋さんとかね、行けばあるのかもしれないですけど、ね、うん、もつはね、だいたい見るようになりましたけど、うん、はい、そう、なかなかいい牛すじ、まあ、牛すじの話しただけじゃないですけどまあ9年ぶりの大阪公演ということで、はい、まあ、キャストが一新しまして、前回出てた人は 1,2,3 人だけ、はい、ただし役は違う、役は全員違います、はいはい、だから過去2回見られた方もだいぶ印象が違って見てもいただけるんじゃないかなと思って、うん、またあと9年もすればもしかしたら内容をね、結構はおぼろげだったりするかもしれないんで、もしよかったらまたあの時のアトゥルースかという感じで見ていただけたらなと思いますし、はい、1回も見たことない方はぜひ自信を持ってお勧めできる時代劇ですので、はい、じゃあなんかちょっと小難しいわって方もね、ぜひ見ていただけたらありがたいなと思いますね、はい、まあまあ普通に見ても単純にわかるんですけど、まあ幕末の話なので、幕末の時代がどういう時代だったかっていうのが、ちょっともし事前に情報を入れられたら、それもまあわかりやすいかなと思います。勝海舟先生とか、
ああそうですね、登場しないけど名前が出てくるから、はい、勝海舟がどういう人だったかな、いや知らないですよね。だって歴史に興味なかったら勝海舟って名前聞いててもそうですよ、ね、何やった人なんだろうとか、うん、はい、僕分かんないですもん、時代劇やったりとか、うん、幕末のものを見たりとかするから分かるけど、うん、徳川慶喜がどんな人だったかとか、ね、はいはいはい、なんか分かんないですけど、まあ、そういうところももしちらっと頭に入ってたら、うん、より物語楽しめるかなと思いますので、こちらの方よろしくお願いします。します、まあ、昨日打ち上がったんですけどね、それでね、はい、なかなか楽しい打ち上げで、あの涙を数えるチームも一緒になって、うん、ね、ゲストの皆さんも、そうですそうです、ゲストの2人も来ていただいて、はい、ギャルあのトゥルースでは武田さんも来てもらって、はい、うん、あまり武田さんとかと話せなかったんですけど、打ち上げで、ね、いっぱい人がいるから、そうそう、そう、なかなかね、いろんな席を回れなくて、うん、あんまり武田さんとは話せなかったけど、まあ武田さんとはほぼ毎日一緒にいて、大阪でもね、そうそう、会えますから大阪でも会えるので、うん、ね、で池岡君と辻本君ともちらっとだけお話できたんですけど、うん、なんか大変ね、大変だったんだろうなと思って、うん、そのトゥルースはほぼ毎日必ず QMB 以来は必ずあったんですけど、うん、涙を数えるはやっぱりその1日空いたりとか2日空いたりとかしたじゃないですか、うん、結構コンディションとかね、保つのが大変だったろうなと思いながら、怖いよね、怖いですね、2日とか空くとね、うん、毎日やってやっとなんとかって感じですね、うん、2日空いたらちょっとショックでかいですよねどうしようと思います、うん、まあそんな涙を数えるもう大好評でね、最後の方なんか本当超満員で、はい、なんかすごくやってよかったなって思いましたね、うん、そのただの音の教本をめちゃくちゃ剣振ってこれで1段階ただの音の盾が、うん、レベルが上がったんじゃないかなと思いますので、また次回のただの音の時代劇もしあればお期待くださいということでよろしくお願いします。こちらの大阪公演の方もどうぞよろしくお願いしま します。続きましてこちらキャラメルボックス2014グリーティングシアター無伴奏ソナタ、こちらがですね東京公演が9月26日、金曜日から10月1日水曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されますと。これは一応じゃあどうか聞いた方がいいですね。そうですね、はい、これはどうですか、こちらもまだ全ステージご予約いただけます、はい、ただ、土日がですね、はい、1回しか今回ないんですね。あ、なるほど、はい、まあ、そういったこともありまして、はい、27日土曜日13時の回、はい、9月28日日曜日13時の回、はい、このお昼の会2つがですね、はい、結構混み合ってきております。はい、はい、もう2回を中心に販売しているような状況ですかね。はい、はい、このあたりご希望の方お早めにご予約いただいた方が良いのではないかと思います。はい、はい、平日と土日の夜のステージに関しましてはまだ1階の席も、はい、ご案内してますが、ただやっぱステージ数が少ないので、そうですね、全体決まってるんだったら早めにもう予約しちゃった方がいいんじゃないかと。なるほど、思います。はい、はい、もうちょっとね、近づけば近づくほどもしかしたら急に埋まってしまう可能性ありますのでね、はい、はい、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。それではこれ順番に行った方がいいですか。そうです、しましょうか、はい、はい、続いて三重公演です。三重公演は、10月5日日曜日に三重県文化会館中ホールで行われます。はい、その次が名古屋公演です。名古屋公演は10月8日水曜日、9日木曜日と名鉄ホールで、で次が大阪公演です。大阪公演は10月11日土曜日から13日月曜日祝日まで森の宮ピロティホールで行われます。新潟公演が10月25日土曜日にリュートピア新潟市民芸術文化会館で、最後岐阜公演が10月29日水曜日に大垣市スイートピアセンター文化ホールでそれぞれ行われますと。はい、これ各会場はどんな状況かというのはお分かりになりますか。大体なんですけれども、まず名古屋公演と、はい、大阪公演に関しましては、はい、こちらはキャラメルボックスでもチケット販売しておりまして、はい、はい、まだ特に名古屋なんて平日の2ステージということで、うん、そうですね、割とまだまだですね、はい、大丈夫ですか、はい、頑張っていかなきゃいけないなと思っております。なるほど、はい、はい、そうですか、はい、はい、大阪も大阪とても日程がいいので、はい、はい、まだ全ステージご予約はいただけるんですけれども、はい、じわじわとその週ごとに伸びてきてはいますね。じゃあ大阪関西近くの方はちょっと、はい、お気をつけください、ね、そうですね、まあ、油断していると危ないかもしれないです。結構先ですけど、まだ10月ですけど、そうなんですよ、はい、油断していると本当にあっという間に来ますので、はい、はい、はい、で
岐阜が、はい、その岐阜公演キャラメルボックスでは販売していないのですが、はい、劇場の方によると非常に好調で、はい、はい、なるほど、7割8割来ているという話でした。お話ですね。岐阜なんて僕初めてです、お芝居で行かせていただくの。そうですよね、はい、ねえ、どんな、ね、お客様に会えるのかすごい楽しみなんですけど、うん、じゃあ岐阜の近辺の方は、はい、お早めにお願いします。本当に急いだ方がいいと思います。はい、はい、で新潟は、はい、ちょっとこれからというような。なるほど、はい、そうですね、前売り開始が8月23日ですね。はい、はい、先行予約の段階でなくなってしまうというようなことにはならないので、はい、まあ、前売り開始日には少なくともまだお席はご用意できていると思います。はい、はい、三重は分かりません。三重の情報が入り次第またお伝えしたいと思います、はい、こちらの方、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。時間がないからこの始まるやつを行った方がいいかな、これを行った方がいいのかな、んこれの方がいいかな、そうしましょうか、これにしましょうか。はい、はい、D-BOYS 10th Anniversary D's Day 15th 駆け抜ける風のように、こちらですね、東京公演が10月9日木曜日から19日日曜日まで池袋サンシャイン劇場で上演されます。その他2会場です。大阪公演が10月24日金曜日から26日日曜日まで梅田芸術劇場シアタードラマシティで、名古屋公演が10月31日金曜日から11月1日土曜日まで名鉄ホールでそれぞれ行われます。キャラメルボックスからは岡田達也、三浦剛、筒井俊作、梶本大樹以上の4名が出演するということで、はい、風を継ぐ者の第4弾、はい、ということですね。立川仁介が、ね、帰ってくるということで、はい、これ楽しみですね、今第1項が上がったぐらいの感じらしいですけど、そうですね、はい、これからまあ第2項第3項ってやって稽古初日までにはやってるといいんですけれども、こちら縦満載でお送りすると思いますので、ぜひぜひこちらの方よろしくお願いします。そしてもう間もなく始まるこちらですね、ビャン、アネモイプログラム第8回公演はるか、こちら8月20日水曜日から24日日曜日まで中野座ポケットで行われます。キャラメルボックスからは小林春代、笹川彩菜、鈴木秀明、毛塚洋介以上の3、4名が、はい、失礼いたしますということで、ね、銀河戦慄と広くて素敵な宇宙じゃないか、この両作品を連続上映、はい、ね、楽しみですね。もう劇場に入ったみたいですよ。今日から仕込みですか。入ってるみたいです。はい、大変だ、僕ら見られないんですよ。そうなんですよね、大阪行っちゃうからね、はい、だからぜひとも皆さん、お近くの方は見に行ってあげてください。よろしくお願いします、はい、します。そしてもう一つこちら、ビャン、森めぐみ出演、アクターズトラッシュアッシュボリューム18爽快のティーダ、こちらがですね8月20日水曜日から24日日曜日まで、新宿村ライブで行われますと。全く同じ日程で、はい、こっちやってやりますけれども、よく出てますね、森ですね、森の海も、はい、結構ね、結構客演続き で、はいはい、こちらはどういうお話か全く聞いておりません、はい、もしよかったら新宿の方まで足をお運びください。よろしくお願いします。というわけであっという間にお時間が来てしまいましたね、はい、これから、トゥルスは大阪に向かって、はい、大暴れしたいと思いますけれども、はい、向こうは暑いんでしょうかね、大阪でしょうね、なんか暑いという噂を聞いております、うん、その暑さに負けないよう、はい、こちらもより暑いお芝居でやっていきたいと思いますので、関西近辺の方もしよろしかったら初日とラグビーまだまだ、いいお席ございますのでよろしくお願いいたします。というわけでお時間となりました、はい、こちらの放送は来週月曜日には更新される予定です。それでは皆さんまた来週、バッハッハー。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです。はい、さてさて、テレス、はい、終っちゃいました東京公演が、なんかこれまだまださ、大阪があるからあんまりネタバレしない方がいいどうなんですかね。いや、まあ、まあね、難しいですけど、ぼちぼちね、いいのかな、かなって気がしますけど、もう5人は行ってもいいような気がしますよね、うん、だって京子と、うん、源次郎と栄之助は、はい、分かってるんですよね、うん、あれ違いましたっけ、3人はもう分かってるんですよね。これはもう分かってますよ、分かってますよね、はい、あと3人がどういうことかってことでしょう、僕ね、何人かの人に意外だったって言われました。あ、その役、あ、佐藤君この役だったっつって、うん、トラ太郎かと思ってたって、うん、なるほどね、ということは僕トラ太郎ではないんですけど、
タロンもな懐かしいな。僕がほら入った時のツルースが筒井さんだったんで、はいはいはい、1年先輩がやるトラタロンを見ながら、うん、これは大変な役だぞと思って筒井さんがまあ稽古中結構しびれる感じで、うん、なかなかダメ出しの嵐だった今言うと、うん、あれ苦労しますよ新人がやったら、うん、今回だとそんな若手いないですもん。そうですね、そんなね、3年目4年目、あ、そうね、高ちゃんで何年目なんだろう。いやでももう4、5年経ってんじゃないですか、うん、そうですよね。結構だから僕なんて入って2年目で時代劇やったのかな、我が名は虹、ああそうか、いつだったかな、我が名虹2年目じゃなかったかな、そんくらいじゃないですか。そうですよね。僕たちさ、はい、神戸まで強行チラシ巻きツアーでやりました。 あれ虹でしたっけ。あれ虹でした。いや君のデビューで。そうですよ、そうそう、神戸に1ヶ月ぐらい前ですかね、稽古、うん、タイミングですかね、稽古が始まる前ですね、うん、前に、うん、その時に行っていろんな喫茶店とかにそうチラシかポスターを置かせていただけませんかつって、ね、ほぼ始発の新幹線でそう行ったんですよね。神戸まで行って一泊二日で行ったんですよね。そうそう、であれ年明けだったから、はい、関西在住の人に何人か、はい、そのまま東の関西に残ってもらって、はいはいはい、そうです、向こうで合流して、そうもう神戸中にこうチラシを撒くっていう、そう、うん、なんか初めてだから僕あの実は僕出るんですっていう、ね、言いながら、うん、置いてもらうと懐かしいですね。居酒屋入ってるビル全盛、そうそうそうですよ、うん、あれどこだっけな、あれなんて言えばいいんだろう、あっちの方はどっち方面っていうか時計台、時計の方反対側だったんですよ、駅の、だから、阪急の方、はい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 、の方にもうビルがあって、うん、全部居酒屋さんって、はい、階段で一個一個降りてって結構準備中のところですみません、うん、やりましたよ。めっちゃ疲れた記憶ある。だって結構あのいいお部屋を取っていただいたんですよね。あれは無料宿泊券っていうのをいただいたんですよ。ああそうだったんですね。当時まだうん、ホテルと劇場の経営が完全に一緒で、はい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 、その支配人から、はい、よろしければお使いくださいって言っていただいた券を使って、うん、僕と佐藤くんは宿泊したんですよ。すげえ綺麗な、そうそう、いい広い部屋で、高層階のいい部屋だったけど、はい、夜景とかもすごく良かったんだけど楽しむ余裕もなく旬で寝たよね帰ってきてもって朝 4時とかに起きて、そうで着いたらすぐもうバーってチラシ巻いてちょっと軽くお酒は飲ん で帰ってきて次の日もまた結構早かったですね。そう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 、もう一瞬で寝たね。そう、うん、なんかこんな部屋なのに次いつこんな部屋泊まれるかしかも男2人でね、そうそう、何の満喫もせずに寝た記憶がありますよ。あ、懐かしいですね。ね、またやりたいね、ああいうこともね、ああいうのね僕で僕これですって言いながらね、そう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 、その時はチラシにあるっつってな、うん、名前がね、名前を見して、うん、これ佐藤って言うんですって、どれ佐藤っつって、あ、この左に東のっつって珍しいねみたいな話をね、ちょいちょいしてました。いやー、まあ大阪公演はそういうのできてないですけど、ぜひぜひまたそういう機会があったら、そうですね、ね、やりたいですね。そのポスターとかチラシとかやりたいですね、うん、なんかそういうところで来てくださるとすごくありがたくて、そうですね、うん、なんかたまにその大阪公演とか行ってその土地飲み行ったりとかした時に、うん、一応もしよかったらみたいな感じでやったりすると結構喜んでくださる方もいて、うん、はい、うん、僕の地元の喫茶店って言ってたところがあって今も行ってるんですけど、そこでいろいろその店の人と仲良くなって、一応なんかそのまあ束とかじゃなくて一応お芝居やってるんですみたいな話して、もしよかったらってチラシ渡したら、そこのその店主さんのお兄さんは民芸っていう劇団の俳優さんで、はいはい、うちの兄貴なんとかだってんです知ってるっつって言って、つってびっくりしました。そんなつながりがあるのかなと思って、うん、だからちょっと世の中狭いなと思いますので、ね、まあもしそういう機会があったらまた
こういうお知らせとかしていきたいなと思いますので、はい、まずは大阪公演頑張ってやってきますので、はい、お近くの方はぜひぜひよろしくお願いします。で先ほどですね、私この、チケットインフォメーション来週月曜日に更新される予定って言ったんですが、月曜日は私トゥルース本番を、はい、やってるので、はいはい、ちょっと無理だと思いますので私は火曜日更新予定ということでよろしくお願いします、はい、というわけでお時間となりました。こちらの放送来週火曜日には更新される予定です。それでは皆さんまた来週、さようなら。